それでは中学女子 400m リレー予選第1組のスタート出場チームを紹介します。第1レーン畔谷、第2レーン二見、第3レーン永田、第4レーン遠藤美川、第5レーン紅葉、第6レーン道南、第7レーン福田、第8レーン和光西、第9レーン御殿山、以上9チームの出場です。第6レーンは両南、4レーンは天童寺川、8レーンは阿光西、このレース結果につきましては現在審議中です。しばらくお待ちください。リレー出場チームに連絡を申し上げます。本日は小中高各世代のリレーの予選が行われておりますが、予選競技終了後速やかに帰宅をしてください。その際には必ずゴミの持ち帰りに協力をしてください。また明日準決勝に出場するチームにつきましては、 B ゲートで受付を行いますので、体調チェックシートを提出して新たに AB カードを受け取り、体温チェックを済ませて入場するようにしてください。続いて予選第2組のスタートです。第1レーン西、第2レーン春日、第3レーン園田、第4レーン川西、第5レーン有野、第6レーン部屋木台、第7レーン田松、第8レーン大出、第9レーン塩瀬、以上9チームの出場です。中学男子砲丸投げ決勝は2回目の攻撃が終了しています。トップは変わらず高司の遠藤君、そして第2位は岩下の上野君と続きます。中学男子砲丸投げ3回目の攻撃に入ります。
第9レーンは清瀬、第8レーンはフォーデン。プログラムは62ページをお開きください。中学女子 400m リレー結果の第2組の発表です。1着9レーン千代瀬51秒13、2着8レーンフォーデン52秒47、3着4レーン川西54秒06、4着3レーン園田54秒20、5着5レーン有野54秒30、6着6レーン欅台54秒46。結果スクリーンをご覧ください。続いて予選第3組のスタートです。第1レーン増井、第2レーン鴨東、第3レーン勝山、第4レーン三田長坂、第6レーン北神戸、第7レーン清涼台、第8レーン狩間、第9レーン本山、以上8チームの出場です。グリーンカードが表示されスタートを呼び出しです。中ではありますが、発表が遅れておりました予選第2組の結果です。着6レーン、両男、51秒10。
3着8レーン赤穂西53秒41、3着4レーン天王寺川53秒92、4着9レーン御殿山54秒33。以下スクリーンをご覧ください。6レーンは北神戸、7レーンは星稜大、バックスタンド前では準備が整いまして、一般高校女子棒高跳び決勝、ただいまから競技開始です。続いてのスタートは予選第4組です。第1レーン豊岡南、第2レーン宇崎西、第3レーン加古川、第4レーン松陽、第5レーン貝原、第6レーン小園、第7レーン芦屋山瀬、第8レーン浜坂、第9レーン本庄、以上9チームの出場です。一般高校女子棒高跳び決勝、競技開始時のバーの高さ2メートル80、そこから2メートル90、3メートル、3メートル10と3メートル60までは10センチ刻み、以降は5センチ刻みでバーを上げて競技を行います。
発表が遅れておりました予選第3組の結果です。1着6レーン北神戸51秒92、2着7レーン西陵台53秒66、3着8レーンハリマ54秒50、4着4レーン三田長坂54秒51、以下スクリーンをご覧ください。続いてのスタートは予選第5組です。第1レーン新井、第2レーン和田山、第3レーン平岡、第4レーン三陽、第5レーン野々池、第6レーン向こう、第7レーン三田学園、第8レーン鳴尾、第9レーン開き、以上9チームの出場です。B ゾーン中学男子砲丸投げ決勝は3回目の投てきが終了し、トップ8の選手が決定しています。トップ8の選手を4回目以降の投てき順に紹介します。第1投てき者中西総理君三原、第2投てき者金山太一君向東、第3投てき者菅野誠心君山口、第4投てき者黒川日月君石脇、第5投てき者高瀬壮太君大倉、第6投てき者林海斗君名越、第7投擲者上野宏斗君志方、第8投擲者遠藤レオナ君高塚さん、遠藤君は3回までに12メートル連休をマークしています。中学男子砲丸投げ決勝、続いて4回目の投擲に入ります。
いてトラックでは予選第6組のスタートです。あらかじめ出場チームを紹介します。第1レーン高取、第2レーン小田北、第5レーン伊吹台、第6レーン押部谷、第7レーン荒牧、第8レーン友田東、第9レーン大津。スタートしばらくお待ちください。選手の皆さん、大変お待たせいたしました。それでは予選第6組のスタートです。出場は7チーム。グリーンカードが表示されスタートをやり直しです。選手の皆さん、しっかりと体を止めましょう。第5レーンは右台、第6組の結果です。1着5レーン伊吹台51秒31、2着8レーン園田東53秒30、3着9レーン大津53秒43、4着7レーン荒牧53秒76。比較スクリーンをご覧ください。
B ゾーン中学男子砲丸投げ決勝は4回目の投擲が終了しています。現在4回目終了時点での記録順位が表示されています。向こう東の金山君が4回目 10m98 3位に順位を上げています。続いて5回目の投擲です。それでは準備が整いまして予選第7組のスタートです。出場は8チーム。1年は上ヶ原。現在 P ゾーンで公式練習が行われていますが、この後12時競技開始予定の高校男子円盤投げ決勝です。この種目の兵庫高校記録は 52m86、 大会記録は 43m89 です。現在スクリーンにはその出場選手が紹介されています。本日大会記録の更新も視野に入れて競技が展開されると思われます。競技開始までもうしばらくお待ちください。
B ゾーン中学男子砲丸投げ決勝は5回目の投球が終了しています。トップは変わらず高塚さんの遠藤君。砲丸投げ決勝は最終投球に入ります。ご注目を。続いてトラックでは予選第8組がスタートします。あらかじめ出場チームを紹介します。第1レーン第3チーム、失礼しました、第1レーン第3チーム、第3レーン狩間みなみ、第5レーン大久保、第6レーン小田、第8レーン常陽、第9レーン黒田翔、以上6チームの出場です。それではスタートです。3レーンは張間みなみ、1レーンは第3陣、6レーンは小田、高山のレース審議中です。結果しばらくお待ちください。高山のレースにおきましても大きな声での声援が聞こえました。拍手でお願いします。続いてトラックでは予選第9組がスタートします。あらかじめ出場チームを紹介します。第1レーン南丹、第2レーン大久保北、第3レーン新大附属、第4レーン緑ヶ丘、第6レーン会社、第7レーン志望学院、第8レーン石脇、第9レーン政子、それでは準備が整えまして予選第9組のスタート、出場は8チーム。
秒35、4着3名朝霧54秒19、ピカスクリーンをご覧ください。B ゾーンで行われておりました中学男子砲丸投げ決勝競技終了です。予選第9組の結果です。1着1レーン南南53秒16、2着6レーン大社53秒20、3着8レーン西脇53秒62、4着2レーン大久保一太53秒80、以下スクリーンをご覧ください。発表が遅れておりました予選第8組の結果です。1着6レーン小田52秒29、2着3レーン播磨美奈美52秒49、3着1レーン西三寺52秒55、4着5レーン大久保55秒02、以下スクリーンをご覧ください。続いてトラックでは予選第9組がスタートします。あらかじめ出場チームを紹介します。第2レーン日岡、第3レーン精神、第4レーン五色、第6レーン高倉、第7レーン南ひばりが丘、第8レーン伊丹みなみ、第9レーン住吉。それでは準備が整いまして10組のスタートです。出場は7チーム。1レーンは伊丹みなみ、4レーンは五色、第10組の結果です。1着4レーン五色51秒59、2着8レーン伊丹みなみ51秒92、3着7レーン南ひばりが丘53秒23、4着6レーン高倉54秒29、以下スクリーンをご覧ください。B ゾーンでは準備が整いまして高校男子円盤投げ決勝ただいまから競技開始です。
続いてトラックでは予選第1組11組がスタートします。あらかじめ出場チームを紹介します。第1レーン高翔、第2レーン郊外、第3レーン今津、第4レーン加田、第5レーン大志岸、第6レーン浅間、第8レーン丸美、第9レーン夢咲。それでは準備が整いまして11組のスタート、出場は8チーム。第4レーンは加田、続いて予選第12組のスタート、出場チームをあらかじめ紹介します。第1レーン西宮浜、第2レーンベフ、第3レーン小川大付属、第4レーン福東、第5レーン八代、第6レーン加古川中部、第7レーン甲府、第9レーン姫路高岡。それでは12組のスタートです。出場は8チーム。6レーンは甲府、6レーンは甲府中部、4レーンは向こう東。
第12組の結果です。1着7レーン後部52秒01、2着6レーン鴨川中部52秒11、3着4レーン向こう東53秒04、4着9レーン明治高岡54秒3、2番スクリーンをご覧ください。が遅れておりました。予選第11組の結果です。1着4レーンから51秒47、2着5レーン大志西53秒19、3着8レーン晴海55秒72、4着6レーン小浜55秒83。以下スクリーンをご覧ください。B ゾーン高校男子円盤投げ決勝は1回目の投球が終了しています。現在1回目終了時点での記録順位が表示されます。トップに立ちましたのは明石商業高校の原田君 42m62。 高校男子円盤投げは続いて2回目の投球に入ります。続いてのスタートは予選第13組です。 C を紹介いたします。2レーン西洋、3レーン大津東、4レーン大村、5レーン上川、6レーン立花、7レーン高陵、1レーン深げ、9レーン高東、以上8チームの出場です。それではスタートいたします。B ゾーン高校男子円盤投げ決勝、先ほど2回目の投てきを行いました明石商業の原田君 45m84、 この記録は大会新記録です。さてこのスタートの中に男子高校男子円盤投げ決勝第3投擲者社高校の山口君も大会記録ラインを上回ります 45m82 をマークしています。競技中ではありますが12時現在のグラウンドコンディションです。
天候は曇り、気温20度、湿度 64%、西北西の風 0.6 メートルでした。第13組の結果です。1着2レーン星雲52秒71、2着5レーン上川52秒92、3着8レーン三影53秒15、4着9レーン日高東54秒13。以下は順位をご覧ください。バックスタンド前の一般高校女子棒高跳び決勝はバック高さ3メートル50に上がります。結果の発表です。プログラムは76ページ。中学男子砲丸投げ決勝の結果です。一等式順11番遠藤レオナ君、高高さ12メートル09。二等12番上野博人君、近さ11メートル24。3等5番高瀬壮太君、大倉11メートル04。4等16番金山太一君、向こう東10メートル98。5等20番林海斗君、網星10メートル86。6等18番黒川日月君、西脇10メートル73。7等8番菅野誠心君、山口10メートル51。8等13番中西聡輝君、三原10メートル48。以下はスクリーンをご覧ください。ビード高校男子円盤投げ決勝は2回目の投球が終了しています。トップは変わらず明石商業高校の原田君、45m84、大会新記録をマークしています。続いて3回目の投球です。続いてのスタートは予選第14組です。1レーン伊田光太、2レーン高野、3レーン川上、4レーン音山美谷、5レーン稲見、6レーン伊藤京大付属、7レーン倉倉園、9レーン制度以上のチームの出場です。しばらくお待ちください。
選手の皆さん、大変お待たせいたしました。そして第14組、ただいまからスタートいたします。昭和チーム。第14組の1年から2年間、第14組の結果です。1着3レーン河原木52秒24、2着5レーン稲見52秒70、3着6レーン東京大附属53秒84、4着4レーン本山みなみ53秒93。結果をスクリーンをご覧ください。B ゾーン高校男子円盤投げ決勝は3回目の投てきが終了し、トップ8の選手が決定しています。4回目以降の投てき順に選手を紹介します。第1投てき者中西穂村君、チーズ尼崎。第2投てき者竹岩武典君、小川東。第3投てき者岸本翔太君、植地東。第4投てき者佐治雄貴君、明治工業。第5投てき者安野一心君、三田小雲館。第6投擲者横田幸福君、須磨東。第6投擲、失礼しました。第7投擲者山口時矢君、八代。第8投擲者原田雄一君、明石商業。原田君は3回までに 45m84、 大会新記録をマークしています。続いて円盤投げは4回目の投擲に入ります。バックスタンド前の一般高校女子棒高跳び決勝はバーの高さ 3m60 に上がります。残り10名です。続いてのスタートは予選第15組です。1レーン高寺、2レーン北田口、3レーン山手台、4レーン上甲子園、5レーン秀須灘、6レーン阿倉、7レーン阿部、
8レーン三木東、9レーン三原、以上9チームの出場です。第15組の結果です。1着3レーン山手台51秒90、2着5レーン姫路灘52秒67、3着8レーン三木東53秒03、4着9レーン三原53秒63。以下はスクリーンをご覧ください。第16組のスタートです。今日はこっちに。
走高校男子円盤投げ決勝は4回目の投球が終了しています。現在スクリーンには4回目終了時点での記録順位が表示されています。円盤投げは続いて5回目の投球です。ご注目ください。第16組の結果です。ただいまのレース審議中です。結果しばらくお待ちください。先ほど終了しました中学女子 400m リレー予選の結果より準決勝に進出しますのは53秒87までの48チームです。現在スクリーンにその準決勝進出チームが表示されております。中学女子 400m リレー準決勝は明日12時35分から行われます。準決勝に進出された顧問の先生リレーオーダー用紙を改めて提出をお願いします。